こんばんは、かっけんです。本日は、e フットボールの、まあ、守備練習をしていきたいと思います。まあ、その練習方法なんですけど、まあ、FIFA が、その、まあ、一人しか操作できないですし、あと、ジョッキとか、まあ、ショルダーチャレンジというモーションがあるんで、まあ、実際に FIFA で、まあ、自分が体験した守備と、今からやる FIFA が、まあ、同じ、似てるようなのか、まあ、ちょっと検証がてら、一試合やっていきたいと思います。はい、まず最初にコントローラー設定の方をしていきたいと思います。まあ、こちらの、なんかアシスト機能はちょっとよくわからないんで、とりあえず、ここは手をつけず、ここの、ボタン配置を e フットボールっぽい感じにしていきたいと思います。まあ、パスとシュートぐらいですかね。オフェンスで変えるのは。で、まあ、コンカも、コントロールシュートも R1 になってまして、ダッシュも R2 になってるんで。はい、次に、守備時がこんな感じで。で、スライディングが丸なんで、タックルも四角に変わってたんで。こんな感じですかね。で、まあ、FIFA に関しては本当に初心者なんで、まあ、前にも動画出してましたけど、あれ以来やってないんで、ちょっとスカットバトルのコム戦で試していきたいと思います。個人的にもこのカードを楽しみ、これでチャージング。おー、いってる。早速見ていきましょう。いってますね、ちゃんと。L2 長押しで。あ、でも、囲い込みっていうあれだから、最後まで行ってくれない感じですね、これ。ここは突破、うわ、あぶね。いや、むずいな、これ。使い分けんの。ここで、囲い込みで自分で行かせて、あとは自分で突撃。いやー、ちょっとウィールとは違うな。ここも自分でダッシュで突っ込む。鋭いパス。あ、いいね。入れば1点リード。いやー、突っ込ませて、ああ、いいカット。これいいんじゃない？疑似チャージング。よいしょ。特殊なキック。ナイス。サバニラ。ここで、ダッシュで、囲い込み。ジョッキーか、これ。バツで、ナイス。ここも自分で寄せて、あ、ナイス。マッチャップ、まあ、あの近くに行った時にボール取ってくれるのはマッチアップと似たようなあれですかね、感覚としては。おお、おっと、ナイス。はいはい。でも FIFA も守備っていうのはなんか好きな選手に今軽くやりましたけど当てれそうな感じはありましたけど、まあ一人一人経由していかないと無理そうなあれなんで、まあ、そこも遠くの選手に変えることさえ意識すれば e フットに近い、あの近い選手にしかカーソルチェンジできないっていうのはできそうですね。ここで自分で行って、ナイス。あ、いいいい。はい。お、特殊なキック。え？あ、終わったか。まあまあそうですね。まあ、だいぶ慣れてはきましたけど、まあ守備が難しいですね。おお、あ、ナイスナイスナイス。いいね。お、いい。あ、なんか重くなった。はい。はい。ほら。いやー。はい。はい、はい。え、何それ？スローインです。今のはパスミスでしょうか。ここのチャージング。うわ。中央へクロスが渡る。おっと。いやー。ゴール決まりました。あ、ナイス。今日の試合、ここのホットラインからことごとくチャンスを作っています。いやー、モデスト。あ、ナイス。
いやいやいや、マジか。ああ、いい、いい感じ。いや、惜しい。ナイス。ナイス、いいね。鳥感がいい。ここまで一瞬の攻防が続いていますね。はい、あ、来たんじゃない？ちょっと距離感がわからない。奥だろ、それ。やはり、スペースを見る。よいしょ。おー、あ、ナイス。ここも、一回焦って、ここも頑張っていって。あー、いい、ナイスブロック。ナイボー。はいはい。お、来た。ドン。来た。いや、ナイス。フクレいけ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 ここここチャージングチャージングあナイスいいですねよいしょはいグラウンダークロスこれのシュートいいやここはよいしょギブアップえ、何やってんのキーパー縦当てちゃってベッカムあ、もう一回お誰もいねえやんクロスお、いい感じほらいいねまあこれもサイドアタックだともしかしたらこれに似た動きができるかもしれないですね。よし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 。はい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 。ここも寄せて寄せて寄せてくれ。あナイス。ここ立って当てて。お前か。はい。スタミナない選手がダッシュボタンの R2 が重くなりますね。いや、ナイス。はいはい。ここ出して、縦出したい。あ、重くなってる。はい。リバス。はい。ナイス。アントニー・モレスト。ワン、ツーはできないぞ。パス見えてますね。いいですね。今のパス。いや、惜しい。スタミナもう切れて。出る選手はあれっすねマジで R2 ボタンに重みがあるようになる感じがするあ、ナイスこれは E フットであると面白いな E フット、E フットのそのあそこら辺どうなるんだろうあ、終わったはい、というわけでまあまあなんとかプロ相手に勝つことができてまあ守備に関してはそうですねまあボタン配置を変えたんですけど囲い込みもジョッキも試したんですけどなんか両方マッチアップに近いような感じがしましたね取り感としては似たような感じがありましたねあのメディア選考でやったプレーと結構ガツガツいってくれるシーンが何本かあったと思うんですけどあとカーソルチェンジも一応自分が攻められてる時にセンターフォワードまであのカーソル当てることはできたんですけどまあ一人一人経由していかないとそれは無理そうだったんでまあ試合中にも言ってるんですけど近場の選手だけっていうまあ自分の中の縛りを設ければカーソルチェンジにも近いあれができるのかなっていうふうに思いますまあなんでまあ Twitter やコメントでもまあ FIFA っぽくなってるって言ってるのはまあ、あながち間違いではないような感覚もありますし、まあ練習も全然してもらってもいいのかなというふうに思います。という感じで、まあ今回は以上で終わりたいと思います。この動画を気に入ってくださった方いましたら、チャンネル登録、高評価、そしてコメント等ぜひよろしくお願いします。今回は以上です。皆さん、ありがとうございました。